バケ取りしようかなと思って。今日は食わせるよ。いただきます。香りはどうだ。香りはね、おいちゃん何してんの。バケ取りしようかなと思って。バケってフキノトウ。フキノトウあんの。いっぱいあるよ。取りきれないよこんなの、うん、このほなこんな大きいのとかもあるの。ナイフ持ってきたから。おお大きい。ああでけえよ。いいね。おおでっかい。それもでかい。当たりだな、うん、でも実はあんまりフキノトウは好きじゃない。苦い臭い。子供みたいなこと言って。今日は食わせるよ。はい取って食べるのやっぱり。乗り気じゃないな。正直乗り気じゃない。なんで。美味しいじゃない。美味しくないこれ。フキノトウ味噌とかフキノトウの天ぷらとかいろいろあるよ。うん、あるのは知ってる。知ってるの。知ってる。もういいっすか。十分です。俺あんまり好きじゃないんで。大丈夫。ほぼおいちゃん食わせるから、ごめんなさいいやごめんなさいもうへったくれもないです。フキノトウのフルコースをこれからやります。罰ゲームだじゃあこれからフキノトウ料理をやっていきたいと思います、はい、今回はロケットストーブで料理したいと思うんで。あはいはい、うん、スタンバイしますいい、ね、ということでまず下準備今取ってきたばっかりだから、はい、これをね少し余計な分を切ります、はい、なんで根っこの分を少し切って、でこのちょっと ね余計な分をね簡単じゃん。うん簡単ですね、うんうん、を取っていきますと、うん、そうそう OK、うん、はい。いつものこれを鍋フライパン使おうかなと思ったら乗らないっていう、こう乗らないね、隙間が空いちゃってるっていうね、うん、それはちょっと負けないね、うん、これね、うん、ここで浮いちゃってる、うんうん、なんでしょうがないんで今回はないんでもうシェラカップで、うん、かわいいのでいくね。ねえしょうがないね。ててこんくらいにしとかないと入れた時にね、うん、ちょっとこう火が回りそうだからそっちの端っこ、もうちょっとこっちに、うん、はいはいはい、ブンってなってして、バンってひっくり返って、なんかこれ動いてんのこれ大丈夫あなたでは天ぷらやります。はい。で天ぷら今回2種類あるんで、まあ1つはそのまま、レギュラーね、はい、うん、レギュラーで、もう一つはかき揚げ風にしてちょっと刻みたいと思うんで、はい、ということで刻んでいきます。はい、はい、お願いします。ざっくりざっくり。でこのうわ匂いが、そりゃしますよ、春の香りです。うん、すごいなんかすごいバラバラ。はい、はい、こんなもんでいいですか。はい、いいです。はい、では天ぷら粉をまず溶いていきます、はい、天ぷらですからね。そうですね、そうですね、あんまり緩くない方がいいと思うよ。どうだろう。よし、では油もいい感じなんで天ぷらいきましょう。やっぱりフキノトウといったら俺は天ぷらだと思うな、はい、まあまあそうですね、はい、2つくらいね、はい、よし、いきます。はい、うわいいじゃないですか、うん、危ない。いいじゃないですか。危ない大丈夫か火事にならないか。いやなんかめっちゃ一人前にちょうどいいんでしょ。ちょうどいいね。次はこれをかき揚げ風にするんで、はい、まず砂糖を少しね、はい、2つまみ、はい、はいはい、そんなもんですね、はいはいはい、あと塩を入れてもらって、はい、では塩を入れましょう。ちょっとこれでマイルドな、うん、フキノトウになる予定。こんなもんでいいですか。いいんじゃないですか。はい、ダーッといきます、はい、よいしょ。パラ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 、花がね、うん、すごいパラパラになる、うん、混ぜ混ぜで、かき揚げ的なものをいきましょうね。うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。じゃあさっきのどうだった、うん、忙しいね、天ぷらってね。なんかあ、やばいぞやばいぞ、なんか事件になってる。事件だ事件だ事件になってる。ちょっとこれひっくり返そうか。うん、ちょっと焦げ加減なんだけど、油が跳ねるんだね。うん、そうだね。そうすると火つくんだね、うん、火つくんだね、うん、ちょっと見てないと危ないかもしれないね。おい、あちゃちゃちゃちできたね。よいっす、できました。ちょっと待ってね。はい、来ましたね。できましたね。簡単なもんだ天ぷらは、うん、香りはいいね。じゃあ次いきますか。はい、じゃあ次かき揚げいきます。はい、全部入れますよ。はい、全部、はい、でっけえかき揚げになるぞこれ。
よしと。あっち、あっち、あっち。何が暑いんだか分かんない。じゃあ早速。早速。あったかい地に。じゃあさっき最初に今苦手だと言ってた吹きのとう丸ままの天ぷらをお願いします。まず塩。塩。塩。ツーだね。はい。じゃあお願いします。塩でいきます。はい、しっかり上がってるから美味しいと思うよ。はい。いただきます。はい。香りがどうだ。香りがうんうんうん、でも割と初心者向けかな。うんうんうん、うん、そう、油で揚げてるからね。うんうんうん、うん、香りがします結構。うんうん、うん、まあまあまあどう正直そんな好きじゃないんだよね。ダメ、はい、うん、じゃあまあ次を醤油でもつけて食べてみて。で次これめんつゆだね。はい、あ、めんつゆか。めんつゆいただきます。うん、うん、この方優しいかな。うんうん、だと思う。うんうんですね。いや、美味しいと思います。無理して言ってませんか？なんかあんま好きじゃないですよ、これ。ダメ、やっぱりダメ。うん。得意じゃない？うん。何がダメ？香り、味？香り。うん。ふわっと結構するでしょ。うん、丸ままだから。うん。まあまあまあ。まあまあまあ。まあ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 。でも、でも、割と、なんか思ったほどきつかないかな。あ、そう。なんか、1個2個つまむくらいだったら、この香りを、春を、ね、春を感じてね。感じられるっていうので、はい、いいかなと、はい、思います。はい。かき揚げどうなったかな。正面が硬くなれば OK だと思うよ。うん、大丈夫でしょ。じゃあ行きましょう。取りましょう。はい、はい、せーの、おい。じゃあ油ちょっと、あ、ごめん。はい、はい、できました。かき揚げ熱い熱い。何したの、跳ねたの。いや違う違う違う、熱熱。あー熱、あー、うん、危ないからね。はい、では今揚がったばっかりのかき揚げいただきます。こっちの方がね、味はね、もっと優しいはず。うん、まあ食べてみてください。俺うちではこれやんなかったですもんね、うん、そのまま丸のままだった。大体が、うん、ではまず塩で、うん、いただきます。はい、うん、優しいでしょ。うん、優しい、うん、ほんのりこう、そう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 、うん、香りがしてね、刻んでるしね。これなら俺も全然、あ、いける、いける、いける、あ、いける、よかった。うん、うん、おいしい。うん、よかった。ね、これついてたんだと思うよ、これ。うん、うん、おいしい、おいしい、うん、何より揚げたてですもん。そりゃまあね、うん、おいしくないわけがない。完食だね、天ぷらは。うん、おいしかったです。はい、じゃあ次は何をいきます。はい、お次はね、吹きのとう味噌で。おお、やっぱりこれも定番だね。定番ですね、はい、正直これの方が匂いがきついんじゃないかなと思って、俺はちょっと恐怖してます。はい、頑張ってください今のとこ。はい、はい、では作っていきます、はい、で今回用意したのは味噌とみりん、はい、でこれが砂糖ですね。でとりあえずみ、味噌とみりんが大さじ2、うん、で砂糖がお好みなんだけど小さじ1前後という感じなんで、うん、はい、はい、それでやっていきます。では味噌入れます。もったいないし、うん、味噌全部、はい、はい、ではみりん入れます。おそらく大さじ2。あ、そう、うん、で、ちょっと溶いてみますか。で、砂糖を適度に、うん、よいしょ。甘いの好きな、まあ、この辺はお好みになるんだね。うん、こんくらい入れときますか。うんうん、はい、では混ぜます。まあまあまあ、あこのね、かまでね、一回って曲がすという、はい、はい、はい、トラブルができました、出ましたはい、とりあえずいいでしょう。はい、なんか砂糖でベタベタするけどこぼしたからでしょ。うん、なんか 手でやるんじゃなかったかなでは吹きのとうを刻みますか。はい、はい、ではまた同じようにね、刻んでいきましょう。いいよね、春だよね。春ですね、吹きのとうだもんね。こんな感じ。はい、おいっと、はい、できました。次は油でいきますか。じゃあ次は油で炒めます。はい、おい、はい、では炒めていきます。はい。いきますよ。はい。はい。いきまーす。おお、すごいすごい。おお、すごいすごい。わ。ほい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 。いいね、いいね。うちの中でやるとすごいよ、これは。すごいよね。うん。うん、家でやったとき、うえって思ってたもん。子供ながらに。うん。ずいぶんしんなりしてきましたよ。はい。まあ、1分ぐらいいったかな。うん。じゃあ、あれ、味噌入れますか。はい。はい、では先ほど作った味噌を入れます。はい、おーい、さあ、でこのまま煮詰めます。ちょっと沸いてきましたね。そうだね、うん、
わあ、これ今熱変わるから変形するんですね、うん、伸び縮みね、うん、おい、ではこんなもんでいいんじゃないでしょうか。来たね。もういい感じでしょ、これいい感じだね、うん、おー、できてるじゃない。できてるじゃん。よし、じゃあこれ、OK っすね、はい、完成。はい、ではできました。いや、美味しそうだね、これ。美味しそう。俺は、うん、すごい好きだから。マジっすか。うん、ちょっと味見してみて、どうか、うん、じゃあ、いただきます。あくうん、優しい香りは結構火通ってると思うよ、うん、うん、ふわっと、うん、そんなにきつくない、うん、なんかほんのりするかな、うん、みたいな、まあ、この辺はほら、油で炒める時間とか調理時間で、うんうんうん、だんだんこうね、吹きのとうっぽさが薄れていくので、うんうんうん、お好みだね。あ、うん、これはすごく優しくていいような気がする。ご飯の数最高だよ。じゃあ次ご飯行ってみます。じゃあご飯行ってみます、はい、行きたくなってきた。うん、でしょ。ちょっとじゃあ、まあ、これにこの今のふきのとう味噌をちょっとかけてみたいと思います。よいしょ。こんなもん。いやー、美味しそう。俺はね、俺絶対美味しいと思うよ。なんか美味しそうな気がしてきた、個人的には、うん、これが、うん、この食べ方。じゃあいただきます。はい、いただきます。これ美味しいと思うでしょ、うん、なんで今までしなかった。イメージ的にご飯に合う、うん、合うって言ったじゃん。これ美味しい。なんか普通に美味しい。冗談抜きで美味しい。これやったじゃね。これならいける。ふきのとう苦手がちょっと克服されて、その辺に生えてるふきのとう美味しそうと思えるようになるなるかな。なるんじゃないかな。そうかな。でまあ、来年あたりとかは、ね、うん、そうだね、うん、あれと思うかもしれない、うん、あれもしかしてうまいんじゃねってね、うん、そう。今回ふきのとう味噌美味しかったです。今後もこういうことやっていこうと思うので、チャンネル登録高評価お願いします。